小林歩美は、栃木県出身のプロボウリング選手。2011年プロ入り、ライセンスナンバー478、富越高島ダイラボール所属。身長159センチメートル、体重48キログラム。左投げ。BS 日テレで放送中のボウリング革命 P、リーグでも活躍している。P リーグでのキャッチフレーズは、華麗なるサワン。同じく、 プロボウリング選手の小林よしみは妹、小林隆一は弟、通算3勝。小学生の時、近所のボーリング場に遊びに行き、センター従業員の方からボーリングのアドバイスを受けたことがあった。そして次に行った時も同じ方が教えてくれ、それを繰り返していくうちに、どんどんとボーリングが上達。スコアが上がるにつれ、ボーリングが楽しくなっていき、ついには、 マイボールが欲しくなり、父に買ってもらったのがきっかけ。中学生で JBC の大会に参加するようになり、県外へ行く楽しみを知る。それと同時に、同年代の選手を見て、もっともっと上手になりたいと思うように。高校に入ってからは、国体で県外の選手と友達になる楽しさと、成績を残す嬉しさを実感。高校2年3年の時には、妹と団体戦を組み、 どちらも2位と高成績を出すことができた。この頃からプロへ進むことへの意識が強くなっていく。生まれ育った故郷でもありボーリングの活動拠点だった栃木県を離れ、スキルアップのために東京へ進出。今までの目標だったプロテスト合格を2011年に果たした。2012年には念願のタイトルを獲得。 尊敬するプロに姫路例の名を挙げており、リリースの際、右投げである姫路と左投げである小林で、左右の違いがありながらも、蹴り足を上げてから地面につくまでのフォームが姫路と似ていると言われている。当の姫路も第43回全日本女子、プロボウリング選手権、大会3位決定戦のテレビ中継に、プレイヤーズゲストとして試合の解説をした際に、 右と左を逆にしたみたいだねって今大会でも何名かに言われました。足が上がる感じが似ているかなとちょっと思います。と、このことに言及している。2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年。ありがとうございます。